ほら、来ましたよ。カイルに月のじゃないか。カイル、ささ。どうしてここに、何かあったの？あなたたちと別れた後、大穴の調査に向かったの。ね、カイル？どうなってるんだ、この村は。話のわからない奴らばっかりで、ずいぶん足止めを食ったぞ。あなたたちのことを話したら、すぐに案内してくれたけどね。そういうところなんだよ、ここは。でも、これから変わるはずだぞ。ええ、きっと、ルトゥのようにね。まあいい。ハンターたちが言っていたんだ。各地で姿を消したリオレウスが、大穴の光が差す方へ飛んでいったの。それは本当なの？目撃したハンターが何人もいる。なぜ光の差す方へ飛んでいったのか、理由まではわからないが。マモリレウスも光の方へ飛んでいった。レウスとアルトゥーラには関係があるのかも。アルトゥーラ？なんだそれは。大穴の底にいるモンスターのことよ。大穴の底に本当にいたのか。ああ、伝説のレウスが破滅をもたらすんじゃない、アルトゥーラが破滅をもたらすんだ。早いとこ大穴から引っ張り出して捕まえないと。でもどこに現れるかわからない。動きがわかればいいのだけれど。実は他にも気になることがあって、大穴からの光の色が変わってきている気がするの。どういうことなんだ。わからない。だから確かめに行かないと。大穴を調べ直そう。モンスターの動きがつかめるかもしれないぞ。そうね、急ごう。お久しぶりです、エナ様。みんなも元気そうでよかった。あれからレウスがどうなったのか。諸死体に捕まったり、レウスが奪われそうになったり、大変な目にあったんだぞ。でもレウスが空を飛んでくれたおかげで俺たちは無事だったんだ。さっきレウスが飛んでくるのを見た。生きることも難しそうだったあのレウスが立派に成長したんだな。私たちここへは大穴を調べるために戻ったの。最近になって大穴の光が変化してきています。大きな災害が起きる前触れではないかと村人は不安がっていて。大穴は自然現象ではない。レドが言っていたように、大穴の底にはモンスターがいた。はい、レドが言っていたことは本当だったと、長老が。それを聞いたゼラード様は大穴の調査に向かわれました。そう。彼らは大穴の調査に協力してくれてるハンターのカイルとお供の月野だ。よろしく。握手しないの？いえ、遠慮しておきます。うん、ここを進んだ先に大穴がある。本当は俺も一緒に行きたいが。俺が一緒に行く。彼が一緒なら大丈夫なのか。そうか、絆があれば大丈夫だな。
おい。カイル見て、これ。切った跡だ。まだ熱を持ってる。近くにいるはずだ。準備はできてるんだろうな。行くぞ相棒、ライドオンの時間だぜ。
任せろ。結果だろ。アルトゥーラはいなかったな。でもあなたたちが言った通り、光の色が変わってきている。カイレン。ああ、分かってる。なんだ？どうしたんだ？あんたらと合流する前に調査した大穴より色が濃くなってる。なんだって？アルトゥーラが動いているのかもしれない。あんまりのんびりしていられなさそう。次に行こう。アルマ、待っててくれたんだな。ああ、みんなが心配で。大穴は強硬化したモンスターがいたわ。やはりそうでしたか。君、手に傷が。その傷は。イナを守った時のか。あの時のカイル、とってもかっこよかったんだぞ。守った。ふん、やるべきことをやったまでだ。カイルも守られていたけどね。感謝する。さあ、ここを出るぞ。エナ様、長老に会って行かれないのですか？そうしたいけど、急がないといけないの。アルマ、おじい様と村のみんなのことをお願いね。わかりました。エナ様たちの元気そうな姿を見られて安心ですが、レウスを奪おうとした者たちの正体も分かっていませんし、彼らがいつまた現れるか分かりません。くれぐれもお気をつけて。俺たちに任せてくれ。じゃあな、アルマ。ああ、エナ様のこと頼んだぞ。その子はレウス？そう、もう立派に相棒をライドオンできるんだぞ。
そう、それは本当に良かった。でもこの子、レウスに何か？肉球を見ると周りが見えなくなるから困るぜ。あ、その失礼。彼らは？カイルと月乃よ。ハンターなの。そう、ハンターなのね。ところで、あなたたちはどうしてここに？実は各地で大穴がどんどん増えていってるんだ。光の色もおかしくなってる。それを調査するために戻ったんだ。大穴の底にはモンスターがいる。この災厄もきっとそのモンスターが原因。そう、やっぱりモンスターが関わっていたのね。大穴から漏れる光の色が日を増すごとに変わっている気がする。できればあなたたちにもこの辺りの調査に協力してもらいたい。この先を進んだところの大穴を任せてもいいかしら？それと、レウスから目を離さないようにね。ん？どうしてそんなこと言うんだ？レウス、なんだか元気がないように見えて。そうか？俺には元気に見えるぞ。なあ、レウス。お互い調査が終わったらここに集合。でいい？ええ、お願いね。何度来てもロロスカは寒いな。大丈夫。あー寒いな、心の芯まで冷えちゃいそうだな。うん、おい、俺の心配はしてくれないのかよ。本当に寒いやつはそんなに元気じゃねえよ。ムキー！地面が地面がめくれ上がってくぞ。よく聞け。あの状態では攻撃が通らない。ブレスを何度も測れる前にまとっている氷塊を剥がすぞ。よく知ってるな。ハンターだからよ。さあ行くぞ。
結果だろ。たく、アルトゥーラはどこに行っちまったんだ。アルトゥーラはどこかへ移動している。なあ相棒、さっきよりも大穴の色がおかしくなってないか。各地に大穴が増え、光もこの状態だ。原因がモンスターにあるなら、そいつが一層活動的になってるんだろうな。それってつまり、まずいんじゃないか。ああ、一刻も早くそいつの居場所を突き止めるぞ。強硬化したモンスターはこっちにいた。でも大穴のモンスターはいなかった。そう、ここにもいないのね。大穴の光とモンスターたちのつながりは何？え？前に来た時よりも光の色が濃くなっている。モンスターたちは光に反応して暴れ回ってるみたいだ。偶然ね。私も同じことを思ってた。光の色とモンスターの凶暴性は共鳴しているかもしれない。大穴の光の色が変化するとヤバいってことだな。ああ、完全に変わってしまう前に大穴のモンスターとやらを見つけてやる。あなた、モンスターのことをよく見てるのね。ハンターだからね。話は終わりだ。ここを出るぞ。私はここで。本当はあなたたちの力になりたいけど、クアン村を守れるのは私と氷河しかいないから。ああ、アユリアの気持ちだけもらっておくぜ。な、相棒。それとレウスのことだけど、やっぱり何か引っかかっているの？ええ、あなたのレウス、強硬化したモンスターと戦うほど命の光が小さくなっていってるような気がするの。強硬化したモンスターのせいでレウスの寿命が縮んでるのか。この子は自分の力を抑えながら戦っている。抑えられた力によって命が削られているように見えるの。そんな。ただこの世界を救えるのはあなたのレウスだけかもしれない。だからこそ最後までこの子を守ってあげないと。守る。あなたならできると思う。アユリア、いろいろとありがとうな。絆があなたとレウスを守ってくれるわ。お前らいいところに来たな。リベルトじゃないか。こんなところにいるなんてまさか。
また俺たちに依頼を押し付けるんじゃないだろうな。偶然だよ偶然。お前はあの時のちびっこハンターか。何？お前たちが今一緒にいるってことは、まあそういうことだな。兄ちゃんはあれからどうしてたんだ？ああ、お前たちが飛んでいった後、俺は砂漠に残されていた痕跡を調査しに行ったんだ。どれだ？岩場で見ただろ、引っかき傷みたいなやつ。その奇妙な痕跡がどうも気になってな。奇妙ってただ引っかいたような痕跡なんだろう。モンスターの縄張り争いでできた傷じゃないのか。なあ相棒。強硬化モンスターが増えているからだ。多くのモンスターがそこに集中したんだろう。いや絶対縄張り争いだって。お前に何がわかる。なんだって。わかってねえな。じゃあ何なんだよ。餌場でもなければ周りにモンスターが多くいるわけでもない。じゃあなんであんなところに妙な傷が残るんだと思う。暴れている。暴れてるってもしかしてそれアルトゥーラなんじゃないか。アルトゥーラ。大穴の底にいるモンスターのことだ。そいつを探しに大穴を回ってるってことさ。なおさら好都合だ。ちょうどこの奥にある大穴の調査を頼もうと思ってたんだ。別にいいけど、あなたは何を。俺は帰って昼寝でもすっかな。それじゃ頼んだぞ。よいしょ。モンスターがいないな。本当だな、ついてるぜ。いや、突然出てくるかも。みんな安心してくれ。なんてったって俺のヒゲが大丈夫って言ってるからな。
気を抜くな。ここにもアルトゥーラはいないのか。大穴の光、不思議な色をしている。青に近い紫ね。青？なんだっけ、どこかで聞いた気がする。青、青く染まる前に。そうか、歌だ。ヌアッテ村で聞いた歌と同じなんだ。歌？茜の空が青く染まる前に、歌の歌詞にそうあったの。もしかして歌の通りに光は青くなっていくんじゃないのか。時間がないことは分かった。すぐにここを出るぞ。ユムラナ様にこの状況を伝えないと。ヌアッテ村に戻りましょう。兄ちゃん聞いてくれ。ただのモンスターじゃなくて、強硬化したバゼルギウスが乱入してきたんだ。相棒とカイルの絆で勝利したけどな。絆？おお、そうか。意外とやるな、小僧。小僧？んで、兄ちゃんは寝てたのかよ。いや、妙なライダーたちのことを調べてきた。奴らはレウスを使ってよからぬことを企んでいるのかもな。よからぬこと？目的はレウスじゃないのか？ああ、奴らはレウスを何かに利用するつもりかもしれない。なるほど。それから？お？それから？もしかして情報はそれだけ？そうだぞ、これだけだぞ。情報が足りない。凄腕ハンターって噂は嘘？なんだと？随分と生意気なお供だな。それじゃあ私たちはここで。また何か分かったらお願い。あと、小僧。小僧じゃない、カイルだ。はいはい、カイルね。よかったな、仲間ができて。こう見えてこの二人結構息が合ってるんだぜ。ライダーとハンターの絆か。いいな、この世界の希望って感じだな。何、わけわかんないこと言ってんだ。俺もわかんないけどさ、こういうのもいいってことよ。気をつけて行ってこいよ。